こんばんは。6時のニュースをお伝えします。石川県小松市で5日、20代のカップルが両親へ挨拶に行った際、衝撃的な光景を目の当たりにしました。この日、男性は自身の彼女を紹介するため石川県小松市にある実家に訪れた模様。男性は両親を驚かせるため特に連絡もせず抜き打ちで帰省したとのこと。実家に着き、玄関を開けてみると、そこには衝撃的な光景が広がっていました。なんと男性の母親がなぜか玄関マットの上で四つん這いになりながら座薬を入れていたんだ。この光景を見た男性が慌てて、何してんだよと尋ねると、母親もあんたこそなんでいるのと言われ、現場は完全に修羅場。失礼しました。その後一旦落ち着いた後、男性がなぜ玄関マットの上で座薬を入れていたのか母親に尋ねてみると、あの場所が家の中で一番ふかふかだからと答える。続いてのニュースです。茨城県牛久市の住宅街で元交際相手の男性の首をストッキングで絞め逃走した女ですが、現在も捕まっていません。実際の現場に福柳がいますので、詳しい話を伺ってみましょう。福柳。はい、福井です。こちらが実際に事件の起こった現場なんですけども、目撃者の情報によりますと、犯人の女はこちらを歩いていた元交際相手に以上。